はい、蓮台寺駅です。これからですね、金谷旅館、蓮台寺温泉の金谷旅館に向かいたいと思います。ポン、金谷旅館、ここだ、ここです、ここです。ということはほらね、ここです、さっきのところ、さっきのところだ、やっぱりじゃあこっちじゃなくて向こうだから行ってみましょうか。日本一の総ヒノキ大浴場だった。あ、本当だ。だからそこに混浴で女性も入れるんだけど、私は入ってもいい。そういうことか。君たちの裸を見たくない。なんだよ、本当に。じゃあじいちゃん、あのバンドエイドここにあって帰ってきな。バンドエイドで十分だけど。バンドエイドで十分だけど。君たちの裸見たくない。うちらもバンドエイド貼っとくでしょ。いや、俺も。まあもう三枚くれたな。ここかい？なんだろう。あ、違う。え、こっちか。あれ？ここかい？やってるぞ、これ。いい湯でした。そういうコメントが欲しかった。本当に今までの中でね、3本の指に入る。おお、すごい。マジで。マジでか。うん、いいね。あの温かいのと熱いお湯と冷たいお湯と、お湯って言わんか、交互に入ってさ。はいはい。サウナみたいなあれですな。整いましたか、じゃあ。じゃあ肘のさ、投げすぎて腱鞘炎も治ったもん、ね。なるほど。さあ。じゃあ皆さん行っててください。タバコ吸ってるで。気持ちよかったよ。全然吸いたいとは思わんだけど。いい、それがいい。うん、そっちです。はい、じゃあ金谷旅館のお風呂を堪能しました。ポン、そう、アロハトレイン、そうです、それ。これ飲んのね。乗ります。乗りますよ。乗ってください。はいよ。はい、アロハトレインだそうです。ここで俺サーフィンやってたら、マジ。嘘じゃない。素直に、素直に。本当。嘘ばっかり。アロハ電車ということです。終点ですから、次で降りる、次で降りるってもう降ろされます、次で。そう。金目鯛も深海魚なんだけどね、実際はね。あれ沼津深海魚、よく海水族館あるじゃんね、深海魚水族館みたいな。沼津のあの寿司もうまそうだよね、よく手に来る。バカ下ですからわかんない。沼津の方が美味
はい、着きましたよ。そちら側でお願いします。うん、取られる。はい、サフィール踊り子のポスターがありました。あ、そうだね、伊豆急下田です。じゃあそれから下田の町でお昼ということになります。